ここは木曽路は全て山の中であると記した島崎藤村の故郷でもある。この山の麓が妻籠島。妻籠宿西側に木曽川支流の荒垣川、宿場に沿って流れている。第二駐車場の横に宿場の入り口がある。山のふもとの宿場って感じですね。ここからはいつもの私がナレーションします。水車小屋を見ると日本の原風景を見るようですね。水車小屋の前には考察場がある。17世紀半ばまで関所が置かれていた。古井は明治の地震で形が変わったとか。熊谷住宅、19世紀初頭に建てられた長屋の遺構で、取り壊しで右半分と左半分が残り、一軒の家として使用されたユニークな建物。神馬会所、紅葉の旅客に神馬を提供する宿役人が勤務し、人足の指図や荷物の割り振りをしました。妻五十本人、島崎藤村の母の実家でもある。明治時代に取り壊されたが平成7年に復元された。高徳寺階段下の松形跡、街道を二度直角に折り曲げて外敵の侵入を防いだ。高徳寺の階段下、枡形跡付近は
趣のある町並みが続きます。参勤交代の大名行列や皇女和宮など旅人が通った歴史の面影を残す宿場町ですね。和気本陣奥屋、ここは皇女和宮よりの拝領品などを展示しているところで、島崎藤村の初恋の相手由布さんの嫁ぎ先でもあります。18世紀の貴賃宿、旅人は左奥の座敷で雑魚寝をしたそうだ。この道を登っていくと、馬子峠から馬子宿へのハイキングコース、約 8.4 キロ、2時間30分ほど。逆に、下り坂を利用して馬子から妻子へのハイキングは、外国人観光客に人気だとか。